日本時間11月23日、エンゼルスは後日指名選手1名もしくは金銭とのトレードでヤンキースからタイラー・ウェードを獲得したことを発表した。現在26歳のウェードは、今季ヤンキースで自己最多の103試合に出場し、打率点268、0本塁打、5打点、17盗塁、出塁率354、オップス、 677をマークしたが、ルール5ドラフトの有望株プロテクトに伴うロースター変更により DFA となっていた。エンゼルスの今後の補強次第では、声優劇主候補となる可能性もありそうだ。ウェードは2013年ドラフト4巡目全体134位指名でヤンキースに入団。 2017年に初めてトリプレア級へ昇格して85試合で打率点310、7本塁打、31打点、26盗塁、オップス、842の高成績を残し、この年の6月にメジャー初昇格を果たした。メジャーとトリプレア級を往復するシーズンが3年続いたが、 昨季は1年を通してメジャーでプレーし、60試合中52試合に出場。今季もマイナーでの出場は1試合もなく、ダイソー要員や守備要員として貴重な戦力になっていた。ヤンキースでは内外野の複数ポジションを守れるユーティリティプレイヤーとして重宝され、今季は遊撃で十一試合打ちスタメン十四試合、三塁で十七試合同級試合、 二塁で19試合同6試合、中堅で10試合同1試合、左翼で8試合同4試合、右翼で7試合同1試合に出場。今季でサービスタイムが3年を超えて年俸調停権を取得しており、来期の年俸は70万ドル前後と予想されている。エンゼルスは今年9月にホゼイグレシアスを解雇し、 それ以降はジャック・メイフィールドやルイス・レンヒーフォが遊撃のポジションに入ったが、レギュラー格の遊撃手の補強がなければ、ウェードが正遊撃手争いに加わる可能性は十分にある。現時点ではメイフィールド、レンヒーフォ、ウェード、アンドリュー・ベラスケス今月上旬にヤンキースからウェーバーで獲得らによる正遊劇種争いが予想される。